京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストお願いします。サードクラス袴田拓さん会の感想が来ているのでご紹介させてください、はい、YK さん、はい、ありがとうございます。 UKP ラジオきっかけで袴田さんのポッドキャスト聞いたらハマってしまった、はい、袴田さんにしか出せない世界観好きですということでありがとうございます。あれ面白かったですね。たらこたらふくくっちまったよ言いづらいという、はいはい、というポッドキャストの番組やってるんですね、はいはい、袴田さんのポッドキャスト、袴田くんなかなか面白かったです。はい、相変わらず癖強で最高でした。音源もねぜひ聞いてほしいです、うん、音源もポッドキャストもぜひぜひ聞いてみてください、はい、ありがとうございます。さて今回の UKP ラジオは、うん、スースの中島一休さんと山本寛治さんが来てくれました。お願いします。中島一休です。山本寛治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 UKP ラジオ、いや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 、始まりましたね。始まりました始まりました始まりました、はい、ちょっとここまでね、ちょっと時間がかかりましたから ねようやく、はい、ようやく、はい山本寛治さんはですね2002年の2月以来の2022年、あごめんすげえマジ22年ぶりの、ね、年ぶりの登場、はい、そんな長寿だこれ。なるほど、長寿番組です、ね、僕まだ学生でした。そう、そう、それは言い過ぎ。嘘です、はい、2022年、2月以来のご登場ですね、はい、うんうん、中島一休さんは、はい、トリコ、うん、あるいはジェニーハイとしても活躍されていますが、はい、今日はスース、うん、はいですね、うんうん、一休さん、僕らはスースの前はどこで知り合っていたのですか。会ってない。私でも遠藤さんはご挨拶したことあるか分かんないぐらい、うん、この間あの UK の事務所でご挨拶させていただきましたけど、はいはい、それ以前お会いしたこと、あの存在は知ってるんですけど、うんうん、もうその辺の記憶が定かじゃないですね。いや、だいぶ前、はい、多分ご挨拶してたとしても、はい、10年以上前の可能性あるかも。相当前だ、はい、もしくはなんか飲み屋さんでたまたま同じ場にいるとかはあるかもしれないけどみたいな、はい、いやそれすらもなさそうな、はい、私はもう寛治さんとしか飲みに行かないじゃあないっていうね。そうだから ないかもしれない。始まりましてパターン、ますね、うん、なるほど。遠藤さんはだからライブはねどこか拝見、そうですね、ライブのどっかでとか、例えばテレフォンズだったりあるいはポリシックスだったりが、はい、トリコと、ね、対バンした時に、うん、なんか名乗り合ってはいないけど、はい、同じ楽屋の空間にいるみたいな、はいはい、ことはあります。あったかも、はい、ね、じゃあちゃんとお話するのは初めて。そうなんです、今日楽しみに来ました、はい、それなのに本当すいません推しでね、ちょっと推しが、はい、いやでももうちょっとキャラが掴んで、はい、ちょっと分かってきて嬉しいです。 さすがです、はい、すでに、うん、でもふみさんとは、はい、トリコで、そうそう、トリコ自体がもうポリシックスの大ファンなので、恐縮でございます。大事なイベントの時に誘っていただいて、ね、いつも、はい、お誘いさせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもちょっとお会いするのは久々な。そうです ね確かに、うん、コロナ以降初めてですかね。かなかもしれないですね、うん、対バンその前でしたもん ね、はい、そんな感じです。はい、お願いします。はい、はい、今回はですね、はい、2022年の9月から活動を始めたスースについてお話を伺っていきたいと思うんですけど、うん、寛治さんと一休さんはどこで出会ったんですか。はい、あれ何年ですかね。で私上京する前で2015年に15年か、あの大阪で、うん、その分、あ大阪、大阪です。大阪と名古屋2本出させてもらったんですけど、ブンブンサテライズっていうバンド僕が手伝ってて、はいはい、その、ツアーにトリコが一緒に出てくれて、はい、ゲストで、それが初めまして。そうですね。でもなんか正直やっぱりブンブンサテライズのお二人はすごい
なんていうんですか、オーラがちょっと とっつきにくい感じがあるもんね。とっつきにくいから、あの唯一のオアシスみたいな感じで、打ち上げとかもすごい、まあ、はい、優しくて感じたらいいだろうみたいな、ね、この人やったらちょっと喋りやすい。いやでもあのトリコもその本番前の楽屋で全員背中をこう叩き合うって激しく、うんうん、ちょっととっつきにくい子なしだなと思いましたけどね。あ、なかなかおやっていう、はい。あ、じゃあもうそこから結構ギュッと距離は近くなった感じですか。そうですね、その時対バンして、まあ、2日間ぐらいご一緒させてもらって、でほどなくして私たちがこう東京に、うん、あの住まいを変えたんですけどでもあの友達が全然いなくて東京に、うんうん、で幹事さんが誘ってくださったりとかして、うん、一緒に飲んでもらったりしてからですね。はい、じゃあ本当、え、もう10年ぐらいってこと？10年ぐらいですね。結構経つんだね、はい、最初の出会いは。はい、そうですね。でもそこからスースを結成する、うん、って結構、まあでも2022年まで結構あるもんね。そうですね。ね、はい、なんかやろうよみたいな話とか結構前からあったんですか？なんか半分社交辞令的に、うん、なんかよくあるなんかやれたら楽しそうだよねみたいなやつみたいなのもあったし、あと2016年に私が1曲だけソロを出したんですけど、その時もまだ東京に友達いなかったんで、ギター弾いてくださいってお願いして、それで本当に初めて音楽としては一緒にやったんですけど、まあそっから特に何もなくで、たまに飲んでる時になんかやれたらいいよねみたいなのを言って、でコロナが来て、はい、すごい暇になったんでやったっていう感じですね。なるほど、はい、そういう流れだったのね。うそうですね、ほぼこんな感じですよね。うもうそれですね、もうマジで。それでもちょっと最初に何曲か作ってから1年ぐらい何もしなかったですからね、うん、曲は先にもう作ってはい、でどうしようかみたいなので置いとくって感じ。そうですね。じゃあライブとかも特に決めず、はい、レコーディングも特にはしてなかったってこと？そうですね、レコーディングしたのも、うん、多分本格的に出そうって決まってからですよね。そう、本当にその、うん、一緒にやろうって言ってから1年後ぐらいですね、レコーディングしたのも。じゃあ去年ってこと？あ、違うか、2022年の3月ぐらいかな、2月の3月とかですかね。そっかそっか、そうなんだね、うん、なるほど。池江さん、はい、その後東京で友達できたの？気になるところだね。いやできてないんですよね。その多分あのできてはいるんですけど、そのめっちゃできたっていうよりは本当にじわじわ一人ずつ。地元の友達が来てない？いや、そうなんですよ、地元の友達が結構こっちにいて、うん、私がこっち出てきてからもちょっと出てきた子とかもいて、うん、なんか東京に滋賀県を作ってる感じリトル滋賀、リトル滋賀ができちゃって、でそっからなんかもうそうなると友達できないじゃないですか。あ、もうギュッとねそうなっちゃうもんね。その人と、それは東京でできた友達ではないもん。そうなんですよ、滋賀の友達とすごい一元さん入りにくいお店みたいな、ね、そうそうです、そうです。だから全然友達その広がらないですね。そこの滋賀の輪になかなか入るにはハードル高い、はいはい、本当にたまにその滋賀の輪に入ってくる人がいるぐらいなんで、ミドル滋賀に、もう年一、年に一人ぐらい友達が増えるあんまりこう一人でフラッと飲みに行ったりとかされないんですか？はい、しないですね。そう、まあ、そうなるとそうですよね、はい、うん。一人でフラッと飲みに行ったら友達ってできるんですか？でもできるイメージがある。あ、で、まあ、知り合いがいるお店とかだったら、あ、まあ、ありますよねみたいな、紹介の紹介でみたいな。なるほど、うん、でもナンパ待ちに見られがちだよねマジで、ね、確かに女の子一人とかだったら。僕が東京に2010年出てきた頃は、はい、下北沢の飲み屋に行くとふみさんがカウンターで一人で飲んでる。かっこいいちょっとこう哀愁を背中に漂わせてナンパに、ナンパ待ちじゃないやつね。ちょっとしかもこう半身というかこう体が半身で正面じゃなくてちょっとこう半身、このひじやカウンター、カウンターに乗ってる感じで、ちょっとこう斜めにね、体重乗せて、体重乗せて、なるほど。一番飲んでた頃ですね。そうですね、はい、うん、そんなこともありましたが、はい、このスースってそうね、これね読めない、難しいよね、読み、そう、初めてこの、うん、読み仮名があってやっと読めたんですけど、うん、この名前になった由来とかってどんな感じなんですか？はい、なんか結構幹事さんがなんか名前どうするって言ってくれてたんで、結構いっぱい候補出して幹事さんに見せたんですけど、
これになりましたね。なんかこれになりましたね。一休さんがずっと、はい、ずっとやってるのかな、その一休さんのやってるアパレルの名前がスースバイ一休中島で、うんうん、なんかもうそれでいいんじゃないのみたいな、うん、でもそれ漢字じゃないですよね。そうですよね、 SUSU でスースなんですけど、ね、この漢字、うん、これって中国語なの？いや違うんですけど、なんか、うん、そうフェスとかそういうラインナップでバーってあった時になんて読むのってなりそうでおもろいなと当時はなったんですけど、今はでもちょっとねあんまり検索しにくくて後悔してます。あ、そか、不便なことがどうやって出すんだこの漢字っていう数を出すのが結構難しいよね。うん、これどうやったら出るんだろう。半数、そうですね、半数の数入れて半を消すと、まあ、なんとか好き半数って入れて、そうか、そういうことか。うん、ね、まあでも確かになんて読むんだろうなってこうちょっと気になる、うん、なんかこうそういうのであるよね、うん、気になってくれたらね、気になる、うん、まあでもその方になかなか検索しづらいって問題ね。はい、5月の15日に約1年半ぶりとのミニアルバム未体験がリリースになりましたね。はい、収録曲5曲のうちカカオ未体験デリバリーは幹事さんがミックスも担当しましたね、うん、作詞作曲はスースの名義ですけれども、はい、実際にはどのような作業を経て、うん、曲が出来上がるんです。最初は幹事さんがトラックを作ってくれて、そのデータを送ってもらって、それに私がメロディーと歌詞を乗っけて返すっていう感じで、さらにそこからアレンジしてくれてっていうのをこうリレー形式ですね、うん、データのやり取りで、データの、はい、うん、それだと結構スムース？そうですね、うん、一緒にこう集まってスタジオ入ったりとかっていう手間もないんで、うん、すごい低コストっていうか、そうですね人によってこう顔合わせてやりたい人もそっちの方が早いっていう人もいるじゃん、はいはいはい、でも人によっては本当そうやって自分でゆっくり考えて自分のタイミングで送ってやり取りしたいみたいなのもあるから、うん、そうですね、すごい楽、そっちの方が合ってるっていう、まあでもそれぞれに良さはあると思うんですけど、うんうんうん、そのトリコとかだともう絶対にみんなで集まってっていうデータとかでやり取りしないので、うんうんうん、それにはそれの良さがあるんですけど、でもスースの良さはちょっと違うところなのかなっていうふうに思います。うん、はい、まあ、それぞれ、ね、そのデータとかの行ったり来たりのやり取りっていうのは、うん、はい、比較的レスポンスお互いに早い方なんです。なんか別にその気が向いた時にやるという感じというか、うん、最後は締め切りが出てくるんで、はいはいはい、もう一生懸命やりますけど、うん、私は今ヤンキーしてます。そう、本当に今締め切りがやばいのに中島選手なかなか動いてくれないっていう、選手がちょっと今結構ねじわじわと追い詰められてきてて、僕がマジで、はい、私があなたも追い詰められてるんだけどね。そうなんですよね私が早く出さないといけないやつ、もうデッド過ぎてるぐらいのやつがなんか今日帰ったらやろうと思いますそれでもこの間会った時も言ってたんですよ、はい、今日帰ったらやるって言って。そうなんですよ、そばへの今出ましたパターン。これはきついいやでもなかなかそういうちょっとドキドキするよね、それ。そうですね、そうだよね、それぞれ他にもいっぱいやってるから、うん、忙しいから実際顔をしてやるっていうよりも、うん、自分のペースでそのデータのやり取りしないとなかなか時間ないよね。確かに。でもこれ集まって作るぞってなったらちょっとやるかどうか迷いますよね。なんかその作るときは本当にお互いそれぞれやって、うん、なんかレコーディングは前作はスタジオに一緒に入ったんですよ、うん、でこう一緒にやってたんですけど、うん、一休さんが歌ってる間僕はずっと寝てたんでなるほど。でたまに聞かれるんですよ、今のどうでしたみたいな、うん、逆にどうだったっつってよかったと思いますみたいなじゃあそれでいきましょう。聞いてたかのように引き続きおやすみなさいっていう。じゃあそれ一緒にやんなくてもいいかなみたいな。そうですよね。あとなんか、うん、もうちょっとギター弾かないんですかとか言われるんで、うん、そんな言われたら弾かないといけなくなるじゃないかということで、うん、一緒にやんなくなりました、ね、そうなんだ。じゃあやっぱそっち今のやり方の方が、うん、そうですね、ペースには、まあ、はい、ある意味信頼してるので、うんうん、出てくるものに対して別にお互いそうなんだろうね、うん、いなくてもいいかなっていうのはですって、うん、でもあれですよ、今まで一回も突き返したことないですよ、お互い。その
データとかこう何かを作業をしたものに対して、うん、これもうちょっとだなみたいなことが一応今のところない、うん、ないんだ。じゃあもう本当まさにお互いの出てくるものを信頼してるから成り立つ作業のやり方、うん、そうですね、はい、うん、あの寝てて聞かれた時は逆にどうだったって聞けばいいんだっていうちょっと今日覚えました。体のいい分かる、はい、どう君はどうないっていう。そうね、私もすごい熟考してる風に寝てたことがあってこれはさすがにバレるなと思ってごめん寝てたって言ってたんだけど、今私も覚えました。逆に自分的にどうだった聞けばいいんだよね。そうです、技を今日ね。眠くなるんだよなスタジオ、ね、そうなの、人がやってる時に、ね、眠いですよ ね大きい音で気持ちいいなって寝ちゃうっていう、うん、ここから先ライブする予定ってあるんですか。おーないですよ ね、ないんですよ。やりたいんですけど、うん、なんか一生懸命こうやるのも大変というかこのスケジュール組んで、うん、はい、なんか誰かだから呼んでくれないかなと思って、イベント呼んでくれないかな、誘ってくれたら全然出ますけど。そっかそっか、はい、でも結構やってない、ね、ライブやるときって何人でやるの。本当にその、うん、ご予算に合わせてあのバンドがだから本当にあの一番ミニマムだと僕と一休さんと、うん、そのコンピューターを、うん、とギターみたいな その、うん、それだけで行くのと、うん、さらにもうちょっとお金がこう増えると、うん、そこにパーカッションの人が入ってみたいな、うん、そして次はこうドラムとベースが来て、うん、で本セクションにコーラス隊にオーケストラにみたいな、どんどんそのあのご予算に合わせてあのいろいろあの用意します。はい、オードブルはあの、はい、今年だって2人全くの2人でやったやつもありましたし ね急に呼ばれてっていうので、あ、じゃあそういうフットワーク軽い系もいけるしっていう、一休さんだけっていうのはないの。確かにないですね。そうですね、それ一応あのおまけで僕がついてくるのがあのスースーあの他のプロジェクトと差別化としてはあのおじさんが一人、そうだから呼びやすいんですよ本当は。だからあのなんか呼んでいただければ、はい、はい、じゃあもう聞いてくださってる方はぜひ、はい、あの見積もり出しますんで、はい、結婚式とか ね、あ、そういうパターンもあるイベントなど等々、はい、ぜひ。はい、そして一休さんは5月の29日にソロアルバム、はい、デッドもリリース、はい、ちょっと前に出たばかりですね、うん、そうですね。リリースタイミングも近かったスースと同時進行してたってことですか、うん、もう、まあ、でもスースの方は作曲自体はだいぶ前からというか1年、それこそ去年の3月のライブに合わせてバババって作った曲がほとんど今回の未体験に入ってるような感じなので、うん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 、しかも先行配信も3曲ぐらいしてたから、もう本当に最後の仕上げだけ今年に入ってやったぐらいで、うんうんうん、最後のその2曲とかの仕上げがまさにその私のソロのデッドと丸かぶりしちゃって、でデッドの方も幹事さんに、まあ、ほとんどなんか丸投げっていうかやってもらって丸投げでした丸投げだった、はい、いわゆるあの丸投げです。あとよろしく、はい、あとよろしくでやってもらってたんで、デモだけ渡されてあとはあと良き感じでかっこよくしてくれっていう私本当待ってただけです信頼してるとね。でも一回だけさすがにソロなんで、うん、本人のあれを汲み取ろうと思って一回だけ自宅の作業場に来てもらったら、うん、後ろからずっと好き放題言ってくるんですよなんかもっとこうだらっとした感じでとか、うんうん、もっとこうドロッととか、うん、ドロッとドロッとってなんだみたいなとか、もっと怖くとか、うん、そういうのをずっと言われてましたね。そこ反映されてのそうですね、できるだけ反映されてますよね、うん、はい、だいぶドロッとしてますからだいぶドロッと、はい、なるほどどうしたの遠藤さん、うん、いや、そのドロッととかね、うん、あのモサッととかね、爽やかにみたいなってなんかそれってやっぱりさ、なんかさ、うん、なんかボーカルの人ってそういうことを言いがちじゃないのあそうなのかな、どうですか林さん。林は言わないっす、林は言わないと思う、林は言わない、うん、林さんはこう要望を言うときは、うん、ちゃんとこうなんていうか音楽理論的に分かりやすい言語で言ってくれるんですか。いや、脳から始まりました全くですね、そっちでもない、もうちょっとなんかもうちょっとバカっぽいもっとなんかこうロットとかになんかなんだろうね、元気にとか、あ、うん、元気に一緒だな、元気にジャンルが違うだけなんか、うん、あんまりその感情みたいなものがこう、
リクエストに出てこない感じっぽい言葉が。なるほど、面白い、うん、でもやっぱボーカリストだとあるんですかね、はい、そういうリクエストの仕方。いや初めて言われましたけどね。そうなんです単純にね、やっぱ言葉が見つからなくて、それしか遠藤さんはそういう経験がじゃ多いんですか。なんかレコーディング だその例えば、うん、ギターの人とかドラムの人とかは、うん、もうちょっとここをこうしてほしいって言ってあ具体的な、うん、なんていうかな、うん、ここの音域をちょっとついてとかさ、うんうん、なんかもうちょっとこれはどうしようって具体的なことは出るんだけど、ボーカルの人ってもうちょっと気合が欲しいみたいな。気合って気合ってそう、何番のボタンのね、うん、何番のボタンをちょっと上げると気合が入るのか分かんないし、うんうん、でもなんか歌歌ってる人ってちょっとなんかニュアンスだけ投げてくるみたいなことの経験はあります、うん、あなんかそれも分かるな、なんか雰囲気というかムードというか、うん、匂いというか、うん、なんかそれがそうだよね、うん、なんかすごい具現なんつうの言葉で明確に説明できないからこそみたいな、うん、そうですよね、感じなのかななんて。確かにそれはその音楽理論とかに詳しくても結局同じ言葉で言ってしまうのかもしれないですよ ね。そんな感じがする、うん、でも考えやっぱり鋭いので、うん、地獄みたいにとか言ってもちゃんと地獄みたいにしてあの地獄みたいになりましたね。なった地獄のようなあの聞いてみてください、本当地獄のサウンドなんで地獄のサウンドが地獄のサウンドできてしまいました、はい、なるほどなるほど、うん、これもじゃあいろいろあの聞けるわけですね、はい、ぜひぜひ、はい、皆さんもチェックしてください、はい、地獄チェック、地獄チェックはい、はい、先日ですね、あのゴーイングアンダーグラウンドの松本さんも来てくれましたけど、うん、6月の16日に出るゴーイングアンダーグラウンドの爆音の四半世紀 EP のプロデュースもやってらっしゃるんですよね。やりました、うん、これはもう大変でしたよ、うん、漢字 P だったね、漢字 P が、なるほど、やっぱこう先輩なんで言ってもあそうだよ、ね、自分よりだいぶお兄さんというかおじさんというかそのね、おじさんたち、うん、もっと、もっとドロッともっとそうだよね。寛治君ってどういうタイプのプロデューサーさんなの？相手によるんですけど、うん、やっぱちょっとこうなんていうんですかね、乗せていきたい感じですね。このもううまいねっつって、いいよいいよ、いいね、もっとじゃあ次もっと伸ばしてくれる、そうもっとこうじゃあ、うん、もっと行ってみようかみたいな、今よかったからあと30回ぐらいちょっと歌ってみようかって。結構歌うね全然ダメやった時に、ね、全然ダメやった。でもあの本当にあのなんかやりやすかったと言ってもらいましたね、そのゴーイングの時は。でも松本さんってやっぱ見るからにちょっと重そうだから乗せていくの難しくないですか？やっぱ明らかにね不機嫌そうになる瞬間がありましたね、はい、そうなんや。こう細かくこうコーラスの歌い方とかを言ってるとなんかイライラしだしたから、あもうそれで大丈夫だよっつってやめっつってもういいそれでいい、オッケーオッケーとか言って、次次とか言って、その細かく言うこともあるんですね。そうなんです、パートによって。なんかそのこうその人の本来やってきたものとちょっと違うものをやってもらう時はこういう風にやってほしいとか、やってみてほしい。でも大体そういうのやるとちょっとイラッとされますよね、そのありがちだね。ありがちな。そうだね。なるほど。プロデュースも大変難しそうですけれども。ね。ネキューさんはプロデュースとかしたことあります？ないです全く。はい、していただくことはありますけど、はい。なんかでも向いてそうな気もする。本当ですか？うん、やってみようかな。ちょっと私調子に乗りやすいんで、あんまり軽々しくそういうこと言われると。あのポリシックスとかどうですか？あ、やってるんですか？うちの中島を。私でもあの逆に頼みたいです。林さんとかに。トリコのプロデュースとかやってもらいたい。すごいわけわかんないことしか多分言わないあのレコーディングするときポリバイザーをつけてからやりましょうとかとりあえず気持ちから、あの形からつなぎを着てやりましょうとか、ね、そういうの大事にするタイプだから多分それ控えた方がいいと思います。控えた方がいいまあお二人ともいろんなことやってらっしゃいますけど、うんうん、純粋な休みの日って一休さんって、はい、どう過ごしてらっしゃるんですか？休みの日はめっちゃ寝てますね。ずっと寝てなんか YouTube とかめっちゃいい。
最高の休み、はい、結婚相談所の YouTube 見てますどういうそれどういう婚活 YouTube 婚活 YouTube にハマってない婚活中婚活中を、はい、あってそれずっと見て婚活が2つで婚活中婚活中婚活って何もず今みんな優しかったね婚活の YouTube これ、ね、何その婚活の YouTube ってやっぱ婚活してる人あ婚結婚相談所の人たちが婚活について喋ってるんですけど、うん、やっぱ私も35歳に今年なるんで面白いんですよね見てて あの相談所の人がさ、はいちょっとあんた高望みしすぎよとかさ、そうそうそういうことを言ったりとか、デートして帰ってきてどうだったみたいな。あなんかそのそ日曜の昼にやってるやつ、ノンフィクションなんだ。婚活中の人は出てこないんですよ。結婚相談所の人たちが3人とかで喋ってるなんか相談届いた相談に乗ったりとか。へあその相談所の方のチャンネルなんだ、はい。そうなんです。めっちゃおもろくて、もう私たちの周りの友達はみんな見てます。休みの日にだらだらしながらでなんかそうたまにやっぱ年齢も年齢なんで心が殺される時があるんですよ。食らっちゃうと思う。いやもう遅いよみたいなさ、33歳の人とかにいやもう始めるのが遅いよみたいなの言ってんのとか見て無事死亡して一回まず死亡して、はい、でもそれがちょっと気持ちいいっていうかあの違うフェーズに入ってるそ殺されに行ってるみたいな感じ。なんかね生まれ変わりですね。そうだね一回こうやられちゃって、ね、疑似的に死ぬ体験をいっぱい繰り返す感じですね。ちょっとでも私も見てみよう。気になるぞ。見てください。カタカナで慣れ染め慣れ染め慣れ染めで漢字で予備校で慣れ染め予備校っていうのが3個チャンネルあって相談に乗りまくるやつと女の人用と男の人用が慣れ染めチャンネル3つあるんでぜひ。どれおすすめですか。女の人用です。了解です見ます。殺されに行こう。はい、はい、幹事さんは何してます休みの日。休みがその例えばこう土日だったら、うん、あの子供を連れてとか遊び行くっていう。かみさんをちょっとゆっくりしてもらうというか。めちゃめちゃいい旦那さんじゃないですか。スカイツリーとか、うん、すごい。こうできるだけ遠くに行きますね。普段行けないそのお休み。そしてあとやっぱりこう行ってこいで往復2時間とかかかるとその分2時間こう時間使えるじゃないですか。そういうことか。2時間やっぱなかなかこう子供さんが楽しめるところで自分も一緒にこういると疲れちゃうんでね。そうだよね確かにね。まあでも移動もちょっと楽しかったりするもんね。 できるだけ家を長く開けるっていう、うん、ゆっくりその間してもらえるようにっていう。すごいなんか私と真逆みたいな。なんか休日のね休日でいいですねで3時半ぐらいに帰ってきてじゃああとはよろしくっていうことでちょっと見に行くっていうね。ちょっと今日は阿佐ヶ谷かな今日は高円寺かなみたいな感じでこうちょっとふらりとちょふらりとパトロールにパトロールにちょっと意外とでも早いんだね帰るの。いかに早い ね、うん、でもそれはねやっぱりねあの それより遅くなるとやっぱちょっとこう子供さんのこうちょっとスケジューリングにもちょっと支障をきたすというか。そっか、まあ、ご飯だったり翌日だったり宿題だったりあとあのあれですよあのかみさんが遊びに行って自分がちゃんと最後まで面倒を見ることも半分以上ありますからちゃんとそこはねアピールでいろいろ あります。で飲みに行ってそこではもう一人でしっぽりそれとも大勢で。僕大勢で飲むのが好きで、うん、大体一人だけ誘っていくんですよ、うん、でそっからこういろんな人にこう電話かけたり今何やってんのけな連絡してこう集めていくっていう仲間たちを、うん、それマックス何人ぐらいまでなったことあるんですか。大体5、6人ぐらいですよ。あでもそれこそ結構遠藤さんに電話したこともありますよ下北沢で今何やってるの今何やってるんですか行くタイプだもんね遠藤さん。割とは空いてたら行ける。来てくれるんですよ、ね、ちゃんと、うん、ふっかるいいですね、うん、嬉しいですね、うん、そうやって来てくれるね本当にそうやって友達を増やしていくんですね、うん、そうだね。ねそうあとねこのアンケートでいただいてた、はい、この一休さんの、はい、最近ハマってること、うん、この犬の散歩のついでに証明写真を撮ることにハマってるという、はい、証明写真なんかあの犬の散歩は朝夜1時間ずつやってて毎日、うん、でなんか証明写真って意外といろんなとこにあるじゃないですか、うん、写真機あのボックスのやつ、ね、はいボックスの、うんうん、あれに入って犬と一緒に写真撮るっていうのにハマってて1000円ぐらいで撮れるんですけど結構するよね、はい、するよね
でも最近のやつもう紙いらないんでデータだけっていうのはあって、うん、もうデータだけもらって、うん、でそれを自分でプリントとかしてニヤニヤして結構じゃ溜まってる。めっちゃ溜まってますね。はい、それでステッカー作ってなんか友達にあげたりとか気になるわ確かに、まあ、非常に充実した、ね、日々を送ってらっしゃるどうですかね見る人から見たら悲しい日々かもしれないですね。寂しい。でも証明写真のボックスってそんなにありましたっけ？あるんですよ。やっぱなんかあの多分普段撮るときしか注目しないんで見えてないと思うんですけど、うん、なんかでスーパーとかさ、あ、ありますね。ね、の1階とかにあるイメージあるけど、スーパーのなんか駐車場とか、あのカーテンをガラッと開けたらカップルがチューしてて、うん、キャーみたいなことないの？いやいや、開けないですよ。足元撮影中のでまずカーテン閉まってる時点で誰か入ってますから、ね、なるほどね。入ってますから、ね、ダメになりましたね。勉強してください。ぜひカーテン開けるゲームやってきてください。ちょっと怒られるやつね。でも確かにちょっとそれは見たいな、その集まってるやつをいっぱい、コレクションをどこかいつか、ね、楽しいですね、あの、はい、公開してください。わかりました。UKP ラジオ、この後ってどのように活動していくようなお気持ちです？うん、どうです？なんかこう、うん、まあ、かっこいい、いい感じのこう音楽ができてるんですけど、なんだかこうやってるうちにいろんなことを頼まれるようになってきてというか、うんうんうん、このそれこそあの7月にまたリリースがありまして、お、はいはいはい、シングルが出るんですけど、はい、なんだこれは途切れないでというタイトル、曲名は言うの？いや違うんですよ、これで、ね、あの何ですかね、こうレコーディングの時って、うん、なんかナンバ M ミュージックナンバーで、はい、M10 とか M5 とかでこう作っていくんで、仮、はいはい、タイトル、ね、M9 なんですよこれ、はい、M9 ね、仮タイトルが、はい、なんですけど、うん、それはタイトルが、ね、途切れないでというのが、ね、こう出るんですけど、これがその7月から放送のアニメのなぜ僕の世界を誰も覚えていないのかのエンディングテーマになっております。初タイアップですね。ね、すごい初タイアップ、うんうん、東京 MX、 はい、BS 朝日、うん、朝日関西テレビ他でやるんですね。すごい人気の ねアニメで、この曲がまたちょっと気合いの入った、うん、曲になってまして、うん、あのベースに中尾健太郎先輩を、おでドラムスにあの稲沢明人さんをちょっとレジェンドちょっと呼んで福岡の先輩たちに手伝ってもらって、あ、そっか、福岡の先輩だ、はい、うん、ちょっと、うん、手伝ってくれんですかっつって福岡、まあ、ね、そうね、福岡っぽい。やっぱユスの方はね、やっぱちょっと、ね、土地柄もなんとかでとか言って、そ、地元の、はい、ずっと地元トークしてて、でヘアメイクさんも福岡出身の人で、なんか4人でずっとなんかどこどこがどう、そう、やっぱ宗像まで行くとねとか言いながら、こう全然わかんないけど、でも九州の人ってた、はい、なんかこうギュッてなるイメージがある、固まってるイメージが、だからあの一休さんのリトルシガに対抗しての、確かに確かに、そうですね、リトル福岡を、はい、現場にいて、現場に、そうね、とりあえずこれギャラは芋焼酎一生でいいみたいな。本当？まあ、あのそうですね、キャッシュもつけていただけたら、ね、ありがたいですけど、ね、現実的やったんですね。柿の種とか買えないからね。そうですよ、はい、おつまみ代はじゃあキャッシュでいただければ、はい、はい、そうかそうか、豪華ですね、うん、なるほどなるほど。じゃあこれがリリースされるってことは、なんかライブとかもね、やっぱやりたいことですよね、呼んでほしいですね、ね、うん、なんか初 あのスーツとしては初めて その、まあ、バンドスタイルの楽曲というか、うん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 、生のドラムとベースで、確かに、うんうん、だいぶガラッと違いますよね。本当に全然違う。ガラッと変わっちゃいました。でもそうだろうね、うん、きっとね、はい、これちょっと楽しみにしていてほしいですね、うん、そうですね、まあまあ、だいぶ喋ってから今更言いますけど、はい、スース聞いてると気持ちいい、ね、なんか、ね、ありがとうございます。なんか嬉しい、今生まれたシティポップみたいな気持ちもあるし、うん、なんか今なぜこうちょっと間を開けたのかがちょっと謎だったけど、なんかあのなんか滑らかなね、うん、時間が流れていくんですよ、うんうんうん、嬉しいです。なんか作るのもすごいこうリラックスして作ってるんで、はい、こう椅子にこう深くこう座って、はい、ギターをこう抱えてダラダラ弾きながら、はい、もうそのネックのスイッチに手が届かないんで、足でこう足の指でこうバッてやって押してこう弾いて、たまにこうつっちゃったりなんかしてこう分かる分かる、そういうそういうリラックスかなりリラックスした、そういう、はい、
チルなね、チルな、はい、リラクシーな感じのそういうの出てますから、はい、イッキュさんがどんな形で歌ってるのかちょっと知らないですけど知らんかい、まあ、そうだよね、知らないの、いや歌入れの時に完売で、あ、寝てるからか、はい、半分はでも今回も半分は、うん、あの僕立ち会ったんですけど、うん、その第一国と衝動買いはイッキュさんに撮ってきてもらったね、スタジオで、うん、見てないですよ、だから、うん、そっか、そうですね、でも それこそデモ作る時とかは私あのちゃんとしたマイク使わずにパソコンのマイクで、うん、にこうやってマジ歌ってます、あのよくブッブーって携帯の音が振動が入るみたいな、はい、ブーブーって音が入ってますよ、ピロンみたいなのが入ったまま送ってまあデモだし、歌い入れました、まま、へ、本当にもう力は抜けてますよ ね、あのもうちょっと使いやすいのくれたら嬉しいなと思いながら作る側としては、と、うん、なるほどな、一応お伺いします、音楽以外でプライベートではこれから先どのように生活していくのが理想です、うん、理想、私ルーフバルコニーがすごい好きで、最高っすね、ルーフバルコニー付きの家に住んでるんですけど、うん、今、はい、ルーフバルコニーと家が同じぐらいのサイズで、うん、相当じゃ広いこうルーフバルコニー、そうなんですけど家も、うん、もうちょっと広いといいなって、うん、なルーフバルコニー優先で借りたんで、うんうんうん、ちょっと手狭なんで、うんうん、ちょっともうちょっと儲けて、また引っ越したいんですか、また引っ越したい、引っ越し好きなんですか、そうなんですよ、まあ諸事情あって引っ越しを1年で2回ぐらいしたんですけど、うん、1年に2回はなかなか、はい、そうなんですよ、なんかちょっと変質者みたいなの2回連続ぐらいで出て出て見事にね、そう見事に、だから半年に1回ぐらい引っ越したんですけど、まあ今のとこ今のお家は最高に過ごしやすいんですけど、もうちょっとお部屋の方のサイズが、そうですね、サイズアップしたいですね、なるほど、はい、お願いします、オーラ的には一休さんはそういう人を引き寄せがちなんですか、はい、どうなんですかね、どうなんですかね、うーん、それやっぱそうなんでしょうね、やっぱりまた、まあまあまあ、うん、今回来るかもしれない、うん、結果から見るとそうですよね、そうですよね、まあ、そうですね、なんかちょっと昔からでも引き寄せがちかもしれないです、昔からやっぱそうなんだ、はい、まあ、でもその分なんか他のとこで運が上がってんのかなって思って、あ、トントンにどっかなってたらいいなっていうバランスがね取れてると、バランスね取れてれば取れてる、はい、ポジティブ、ポジティブ、ね、なので私でも柔道めっちゃ強いんで、まあ、最悪勝てるかなっていう、もう護身術はもうバッチリ柔道強いんですよ、柔道めっちゃ強かったんですよ、それで学生の時やってたんですよ、そうです、だからもうだいぶ昔の話なんで、黒帯的な、そういう黒帯で、はい、滋賀県で2位になりました、それめちゃ強いやつじゃないですか、はい、滋賀2位で、滋賀2位、そうなんです、最悪まあ締め落とせるかなって、最悪やれる、怖いな、やっぱ言うこと聞こう俺は反抗できない、はい、カンジさんプライベートでどのような日々が理想ですか、もう上ないんじゃないですか、いやいや、でもあの海が好きなんで、海こう海を眺めていたいみたいな、ゆっくり、ああの傷が可能するやつね、そうそう、海ずっと眺めながらこう、あ、もう産んでんなっていうのをやり続けたい、クミちゃんちょっと最近諦め気味、いや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 、そんなことない、今もうカジ君がもうこうやりますっていう顔して出てるからそこをお任せしない、私がみたいなねどれ今目でクミちゃんにパスしながら言ったのが、私こっちにパスしたんででもあの8月にあのスペインに行くんで、サンセバスチャンでこう海をもう海ビーチからこう1本道路挟んだところの宿を取ったんで1週間ぐらい、めちゃめちゃバケーションじゃないですか、家族で、子供と2人でずっと海を眺めて、海好きななんかイメージがあまりない、あの泳がないですよ、海でビールとか飲みながらもうボーっと、で海外だともう仕事できないじゃないですか、で連絡も来ないし、最高ですね、最高だね、忙しくしてたいみたいなんじゃなくて、できれば不労所得とかいっぱいあった方が嬉しいんですか、だから、ね、どっちの気持ちもある、あでも今はさすがにちょっと忙しすぎるから、ちょっとせめてもうちょっと、でもどっかで1週間年にやっぱ2回ぐらい長く休んで、ご褒美だ、そうですね、うん、いいですね、いいですね、いいですね、羨ましい、スペインね、なんか、うん、イカとタコが美味しそうで、美味しそうですよね、その美食の街にサンセバスチャンっていう、それどの辺なの、あのバスク地方っていうフランスとの間のとこで、うんうん、バスクチーズね、そうチーズケーキ、そう、バスチーノ、あの本場のとこで、あとピンチョスってなんかこう、はい、爪楊枝みたいなの刺さったこう、うん、つまみ、あの結婚式とか出てくるやつ、あれにこう
あるあるある。沢口靖子がこう。パーティー開くやつね。リッツパーティーみたいなやつが。食べた気せえへんやつです。それであの食べそうね。でこう白ワインを2杯ぐらい飲んで、でまた次のバルへ行くみたいな。みたい、あ、いいね。いいな。なんかすごい夢がある。いいな。いやそんなこんなで。はい、でか、カジとは何回も喋ったことあるけど、一休さんとは。うん、初めてこの、そうですね、しっかり話、ね、お話しするの楽しいございましたあまりちょっとでもやっぱり慣れてないからか、はい、目合わせにあまりいかない。あ、だってずっとね、あの左肘に体重かけて、あ、片方にこう、ふみさんの、いつかの飲み屋のふみさんみたいなカウンターの姿勢になってるっていうやってますもんね。そうですね、はい、まあでもそんなにロックオン してもされてもお互いにちょっと気まずいじゃないですか。そうですね、まあでもこれを機にじゃあ、どっかで会ったらね、はい、そうですね、はい、そうです、あの東京で出会った数少ない友達の一人に加えていただければ。そうですね、はい、入れていただきたいです。はい、ぜひ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 とか言って、ぜひぜひ雑いわUKP ラジオ。いやでも最初はね、あの遠藤さんちょっと今日遅刻したんでね最後に言うんです。最後に言うけどね、十何分押しでしたね。そうそう、10分で来るって言って10分ちょっと、まあ、来たんですけどね、初対面、ほぼほぼ初対面みたいな ね、 そうですね、いきなりやっぱ遅刻したからちょっと友達難しいかなみたいな、まあ、遅刻するときにちょっともって言う人なんやなっていうのは今日。あ、はい、どういうこと。あの15分ぐらいで、はい、到着するところはやっぱ10分って言っちゃうタイプなのかなっていうところは気にはなりました。ちょっと、ね、それは、悪い意味で気になって、いい意味で気になって、悪い意味ですね。ほら、遅れる時にさ、30分ぐらいで なんとか着きそうですって言って15分ぐらいで着くと、まあまあ意外と早く着いたねってなるじゃないですか。よくだから、もうそれはその気持ちは分かりますけど、僕焦ってた10分焦ってやっちゃう、やべえアメイが勝ったんだ。ほぼほぼ10分だったです、ね、はい、そうです ね、はい、次会うときは遅刻がないことを祈って、はい、はい、あのありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくか、メッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X ストップに固定ポストしてありますので、そのリンクから送ってください。 UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました。